どうもマックス鈴木でございます。私は本日、こちらはですね吉祥寺に来ておりますね。はい、で本日お邪魔させていただくお店さんがグリーングリーンさんというですねこちら店舗さんなんですけれども、こちらスパンと、はい、こちらの店舗さんで本日何をやるのかと、はい、マックス鈴木、久々でございます。有吉ゼミに挑戦でございます。はい、で内容なんですけども、じゃ韓国の、料理を出されるお店なんですけども、こちらの 3.2 キロぐらいのプレートがあるんですけども、それを制限時間50分以内に食べきることができれば料金無料と、食べれなかった場合はなんと料金1万円という結構高額なチャレンジになっておりますので、よろしくお願いします。あまり有吉ゼミさんのチャレンジやることないんですけども、今回はね、あの如月さくらちゃんの紹介ということで、いつも紹介してもらってありがとうございます。さくらちゃんの動画はあの概要欄に貼らせていただきますので、ぜひ見てください。という本日はこちらグリーングリーンさんよりマックス鈴木 TV スタートです。有吉ゼミさん、どんな内容なのか楽しみでございます。はい、ということで諸々の準備が整いましたので、今から始めていきたいと思います。こちらが、数字量3キロちょいの韓国プレート的な感じでございますね。おそらくなんですが、じゃがいものチヂミっぽいミニトマト、チキンのあのチーズのやつですね、カリカリの唐揚げので、豚肉で、これがチャプチェかな、豚肉で、ここビビンバだと思います。でコチュジャンどうぞということでございました。では始めさせていただきます。パシッといただきます。用意スタート、いただきます。じゃあまずはベジファースト、こっから行こう。結構半端ねえよこれ。うん、うまい。豚肉の歯応えがしっかりある。豚バラですな。うん、うまい。いい豚使ってるっすね。脂身の甘みがすごい強い。サムギョプサル的な感じですかね。コチュジャン、多分これビビンパだと思うんで、もうコチュジャンバーっていっちゃいます。で、めちゃくちゃ辛かったらどうしよう、終わるな。行ってみましょう。うん、うまい。最高。うん、うん、うん、紙ナプキンを取ろうとしてるんですよ。なかなか取れないあれあるじゃん、これ。よいしょ。これは豚肉も先いっちゃいましょう。こっちもダブルでいいんで。おいしい。これ結構ハード系だと思うな。うん、有吉ゼミさん毎回見た目綺麗ですよね。このチーズチキン、うん、
あ、うまこれ。これすげえ韓国旅行行った時食べた。うん、うまっ。韓国旅行だって帰りの便が台風で3時間ぐらい遅れるっていう、帰れないから出ました。甘さがかなりあるんですよね。うん、これコンポタかな。うん、コンポタっぽい。めっちゃうまい。これ子供絶対好きだわ。テイクアウトしない。実際すべてのメニュー、お店さんで出されてるメニューだそうです。多分サムギョプサルですかね。うん、すげえ。これじゃがいもだな、多分。これやばうまいんですけど。じゃがいもチーズ。ここやばうまいんですけど、本当に。あ、これえぐいわ。じゃがいものうまみとチーズのまろやかさが、こう塩分と。これめっちゃうまいな。表面カリッカリ状、サクふわです。サクほろっていうか。
うまい。マジ超うまい。これカリカリとホクホクと、これお祭りの屋台とかだったらもうバカ売れすると思う。多分まあこれ本当持って帰りだな。あとで聞いてみよう。やばい、これ超うまい。ちょっと動かそうかな。手前見えないですもんね。おそらくこれがチャプチェだと思うんですよ。なんかでも変わってるんですよ、麺がほらきしめんみたいな。薄甘な感じ味付け。あーうまこれ。結構歯ごたえある。あむちゃくちゃうまいな。これも持って帰りたい。本当持って帰りたいな。すいません、はい、質問していいですか。このじゃがいもの、はい、なんかチヂミみたいなのあるじゃないですか、はい、これって持って帰れるんですか。あの食べやり終わった後に。もちろんです。マジっすか、うん、僕じゃあこのじゃがいものやつ2個と2個、はい、このチャプチェこれ1人前もうつけちゃってください。はい、わかりました。すみません、もう、はい、もう信じられないぐらいうまくて。ありがとうございます。あとあのこのコンポタっぽい唐揚げも、はい、あのこの同じやつで、はい、すみません。ガチすぎる、本当に。信じられないぐらいうまい。
よし、最後の砦でビビンパ行ってみよう。いわゆるのやつですね。多分これ混ぜた方が美味しいよね、きっと。スプーンあるんで、もうガガガっていっちゃおう。スイッ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 、あ、結構ある、結構ある。お、最近の有吉ゼミさんは隠し玉入れなくなったのかな。前はよく絶対と言っていいほど隠し玉が存在したんですけどね。では、まあ、ここ優勝でいいんじゃないですか。何食べてもうまいわこれ。ちょっとコチュ入れよ、コチュ。うまっ、うますぎ。すんごい量あるな、これ。
これ結構量がある、マジで。ごちそうさまでした。はい、ということで、どれもめちゃめちゃ美味しかったです。チャプチェだったりチキンだったりサムギョプサル、おっしゃった、このね、じゃがいもチーズみたいな、これもやばすぎた。今の正直な感想としましては、意外と量あるなっていうのはすごい思いました。まあいけるかなと思って水ガブガブ飲んだんですけど、結構そのせいできつくなってきてるっていう。ただ味は間違いなく美味しいんで、こちら吉祥寺に来た際はぜひですね、こちらグリングリーンさん来てみてください。マジでおすすめします。特にあのジャガイモのやつ。というわけで続いてました。ありがとうございました。いや、うまかった。いや、ほんと美味しかった。